はい、こんにちは。今日は僕が土地を買った時のことを思い出しながら動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、土地を買った時の話なんですけども、今隣に仁手さん来てもらってますので、なんかこう言葉足らずだったり間違えたりした時にね、突っ込んでもらえるということなんで、仁手さんがいます。よろしくお願いします。ちょっと声だけでね参加なんで、よろしくお願いします。僕は土地を探し始めたのは2013年の2月です。いろいろなことを試したかったので、住宅街ではなく山林のような広い土地を探していました。まずその土地が道路に面していることですね。車が通れる道路が面している土地、これ1つ目ですね。で、2個目がなるべく平坦な土地ってことですね。高低差の激しいところは結局土地面積が大きくても使えなかった意味ないですからね。なるべくこう2個目は平坦な土地で、3番目が飲料水の調達がしやすい、その水ですよね。やっぱり一番最初に思うのは水の確保じゃないですか。なんで水をこう調達しやすい場所にしないといけないなと思ってました。やっぱり山林なんで上下水が来てないところがもう当たり前なんですよね。で、あとは日当たりだとか北向きとか嫌じゃないですか。ある程度明るい方がいいなっていうのはありましたね。で、最後は広さですね。やっぱね、畑とか、せっかく の田舎暮らしでもあるんで、畑とかもやってみたかったってなりましたね。僕はですね、初めて見に行った土地の話なんですけども、2013年2月ですね。初めて行ったのはね、群馬県なんですよ。群馬県の水上っていうところにある競売物件でした。土地の大きさが約900平米。地目は原野ですね。ほぼ平坦、占有者とか建物はなしで、土地はその林道に接していました。で、実際この群馬県の水上の土地はですね、まず雪降ってたんですよね。これ2月なんですけど、今写真ちょっと見ながら説明しますけど、まあこう雪が降ってるということで、土地の様子があまりわからないと。そう、雪が降ってるんでちょっとね見づらかったっていうのありますよね。あんま良くなかったかもしれないですね、雪降ってるっていうのは。で、あと土地に接しているその林道ですか、これはね、なんか全然想像したよりもすごく狭くて、写真がこれ、あ、これ、あ、これそうか、これ車通るのは無理だね。これ車通るのは無理ですよね。怖くないですか、ここちょっと車通ってくるのちょっと怖いですよね。これを通らないと土地に行けなかったから。ああ、となると車は、自分が持ってる車はこの土地に入る前にどっか止めなくちゃいけないと。で、もしそれがなければ駐車場を借りなくちゃいけないってことになりますよね。まずないですね、という感じです。この水上の土地はダメでしたね。暮らせる気はしなかったので、競売物件っていうのは気に入ったらこういくらまでお金払えるよって、こうお金を入札っていうのでお金入れるんですけど、提示するんですけど、これはもう入札もしなかったですね。競売には3点セットというのがあるんですね。で、この3点セットのちょっと解説をしていきたいなと思うんですけども、この3点セットというのは裁判所が作成する資料なんですね。競売物件はその裁判所が作成したこの3点セット、これで判断するところになります。3点セットの1つ目は物件の明細書ですね。これはこれで権利関係とか注意点がここに書かれているものですね。で、2番目に評価書、これは基準価格とか評価の根拠、あとは何ですかね、建築基準法とか都市計画などの法律上の規制とかですかね、そういったものが書かれてますね、この2番目評価書ですね。で、3番目は現況調査書が3番目です。これは物件の様子とか占有の状況とかそういったものですね。で、大体こんなものが3点セットというもので、裁判所が作成してくれる資料になります。で、これを見てどうしようかなと僕たちは判断するといったことになります。僕の場合はこれだけではねやっぱ分からないんで、実際現場まで行ってどんなとこかなというのを、見に行ったといった流れですね。はい、で、ちなみにですね、この一つ目の土地を探しに行った時は車をね、僕車持ってなかったんでレンタカーでしたね。レンタカーを借りて見に行きました。そういったやっぱ見に行くのもね、ある程度お金がかかるので、時間とお金かかるんでね、そういった点もあんまそう気軽には行けないですよね。
で、次に行ったのがですね、これもまたあのレンタカーで行ったんですけど、もう夏初夏っすよね。那須のこれも競売物件ですね。で栃木県那須の、競売物件で、今度は分譲地ですね。写真これか。これは、そうですね、別荘地って感じですね。で、基準価格が60万円。この基準価格っていうのは、その、競売の最初の価格っていうことですよね。基準価格が60万円。で、460平米。所有者、建物はなし。で、100万円以上かけて、こう、造成してるということなんで、こういった雑草を切れば、木とか雑草を切れば、平らなのかもしれないですよね。で、こういった状態で判断するしかないんですよね。なんかすごい暗かったんで、ここはなんかこう入札する気になれなかったんですね。なんかこうジメジメしてて、こう雰囲気がすごい好きになれなかったんですよね。ただ土地の中にこう川とか流れてて、ここはすごくいいなと思ったんですけどね。あの生活飲めないですけど、やっぱり川があれば生活用水として使えるんで。ただこう見える限りこう別荘みたいなね建ってますよね。だからこういった周りに家があると、こう毎日こうポリタンクを持って水を汲みに行くのはどうかなっていうのはちょっとありますよね。3番目、今度長野に行くんですけど、もうね、あの毎回レンタカーっていうのもお金もったいないんで、あの土地を買って小屋暮らしやるとなったら結局車いるんで、買った車がねこれですね。これはなんてミニキャブですね。ミニキャブって言って、これはね、あのインターネットでスリランカ人にあの12万円で買いました。まあいろいろあったんですけど、まあ、気になった方はあのブログ書いたんでね当時ちょっとあの人気記事だったんですね、確かね。まあブログも書いたんでね、まあ、気になった方はぜひ読んでください。で、3番目このね、車に乗ってですね、長野に行くんですよ。ただ今回はその競売とかそういうんじゃなくて、なんですかね、これ田舎暮らし系の雑誌を読んで、あの移住者が多いとかそういった情報を見てですね、こう長野県の高遠町、あと大鹿村ですね、そういったところにね、あの見学に行きました。で、共にね、あの行く前に役所に電話してアポを取るために事前にこう電話してから行ったんですけど、高遠はもう廃村なので、空き家バンクみたいな、そういったあの移住の斡旋みたいな、そういったのはやってませんよってことだったんですよね。なんでもうどんなとこかなって雰囲気を見る感じだけでしたね。で、大鹿村の方は空き家バンクがあるので、空き家担当の人にこうお時間をもらってですね、ちょっとお話をさせてもらいました。あのいろいろ話をね聞いてきました。で、この長野県の高遠町っていうところは、このシビラっていうところが有名なんですかね。で、この川がすごくなんかこう美味しいだかなんとか、そうそう、ちょっとそうそう、なんかそんなことがね確か書いてあったんですよね。まあこういった川を楽しみにちょっと行きましたね。これは公民館なんですね。猫がいますね。廃村だけど人が住んでる。まあなんとなく雰囲気を見るだけで特に何かできることもなく、大鹿村に向かったといった感じでしたよね。で、大鹿村の役場にんですよ。このね、空き家バンクってものなんですけども、こう言われたことがいくつかあってですね、その、空き家バンクを利用して移住する人は3つのことを守ってくださいって言われたんですよね。で、1つが運動会、草刈り、祭りなどのイベントには必ず参加すること、1つ目。で、2つ目が、組に加入すること、人数が少ないので役員は掛け持ちでやると、そしてこれには組合費がかかると言われました。で、3番目、以上2つのことを守ること、そして住民と仲良くすること、これをあの誓約書があって、それにサインしなくちゃいけないんですよ。必ず守ります、必ず仲良くしますっていうことをね、あの守りますという誓約書を書いてくださいって言われたんですよ。なんかちょっとこう役所の方のこう圧もすごく感じたんですよ。やったらこう仕事はどうするんだってことを言われて、まあ気持ちもわかりますよね。非常に圧を感じてこう臆したってところありましたね。で、最後にあの空き家バンクで、まあどんなものが今どんなものがあるかって見せてもらったんですよ。あの
その場に行ったんじゃなくて、その役所で資料を見せてもらったんですけど、だいたいね、相場がね、4、5万なんですよ。まあ一応一軒家、一軒家なんですけど、家賃が月に4万円から5万円ぐらいでしたね。で、安いでしょってすごい言われたんですよ。確かに安いんですけど、僕もこの時東京のマンションだったんで、そう、半額ぐらいになるし、半額近くになるし、圧倒的に家も大きいんですけど、でも東京ってやっぱり仕事に行くじゃないですか。仕事がいっぱいあるじゃないですか。で、この大鹿村に住んで、東京にいた時と同じような仕事ができるかといえば、そのことはないと思うんですよね。もともと自分でインターネットで何か仕事をしてるとか、手に職を持っていれば別ですけど、何か勤めに行くと考えたら、ちょっとこの家賃では危ないかなっていうのがありましたね。比べてはいけないのかなっていうね、その田舎の家賃と東京の家賃は比べちゃいけないのかなっていうのはちょっとあったんですよね。なんでこれは やめましたね。 でもただ自給自足とか若者がこう移住者が結構多いっていう話があるんで、だからそのなんていうんですかね、自給自足みたいな、そういったゆっくりとした生活をしたいなっていうんだったら、もしかしたらいいかもしれないですけどね。なんか、何かしらね、魅力があるんだと思うんですけどね。次4番目ですね。インターネットで土地探しをしていたらですね、こう千葉の外房がやたら安いと、そういうのを見つけてですね、ではこう目当ての土地があるわけではなかったんですけど、まあ、現地の不動産屋とかをこう巡ってみようかななんてことも考えてですね、まあ相談がてらちょっと行ってみました。もうね、この時やっぱ何かしてないとこう無職だったんでね、落ち着かないんですよね。この不動産屋の人がいい人でいろいろと教えてくれたんで、ちょっとまとめたんですけど、広くて安い土地を手に入れるには農地転用が一番いいと。ただこれには時間がかかるらしいんですよね。でもしね、ある程度お金があるんだったら農家を丸々買ってしまった方がいいって言ってましたね。この農家っていうのはもともとこの住む母屋ですね、それと田畑、そして山がセット、この3点セットになって初めてこうなんていうんですかね、自給自足的な生活ができるっていうふうに言ってたんですよね。1000万とか2000万あればこういったその自給自足に近いような生活ができるらしいんですよねっていうふうに言ってましたね。まあもちろんこの時僕たちはお金がなかったんでお金がなかったんでね、まあそういったことはこの農家を買うっていうのはちょっとね選べなかったんですけどね。でまあいろいろとこう教わると言って、こちらは終わりですね。で次5番目、不動産屋さんの情報をですね、ネットで調べて行ったところですね。伊豆の中古物件ですね。これすごいんですよ。古い家屋が6棟建っていて、古い戸と畑付きで200万円、200万ですよ。200万で家が6個と古い戸と畑が付いていると。まあいわゆる訳あり物件ってやつですよね。でこれ安すぎるじゃないですか。土地も付いてますからね。そう、もう僕たちが行った前にも紹介したし、その後にも予定が入っててね、行ってましたけどね。これがねすごいところでね、これが入り口ですね。橋、こうまず川が流れていて、その上にこう手作りの橋がかかってるんですよね。これでこれが地図上にはない橋で、勝手に作ったものらしいんですよ。で勝手に作ったものなんで、壊すのにもすごいお金がかかるし、強度もわからないと危ないかもしれない。で取り壊してまた新たにかけようとしたとしても、法律的にまあ認可が下りるかどうかわからないと。もうこの時点でね、まずありえないですよね。ここ車通っていかないと敷地に入っていけないんで、ここをまあ車で入っていくんですけども、あなんかもういきなりやばそうだなって感じですよね。で入っていくと、あここが畑ですね、畑だと言われて見せられたところですね。まあ、雑草だらけですね。でこれが母屋ですね。でまあ6棟立ってるうちの1、2、3棟、4棟、そんな感じですかね。漬物だるとかすごい入ってましたよね。冷蔵庫とかなんかもう家電とかもすごいいっぱいあって、これどうするんだろうって感じですよね。で写真でも分かると思うんですけど、もう斜めなんですよ。もうこれは潰さないといけないんですよね。なんで家を潰すためにすごいお金かかると思うんですよね。自分でやろうにもね、かなり大変そうですよね。でこれが母屋の中ですね。
もうこういった残地物は、まあ、だいぶ少ないとはいえ、これソファーなんだね、もう絶対いらないですからね、捨てるの大変ですよね。でここを見てですね、非常にこう古民家っていうのは厳しいなと、こうこれだったら全くない土地を買ってゼロから作った方がよっぽどマシなんじゃないかなっていうふうには思いましたよね。出てきましたね、これ今度は購買ですね。今ではあの競売とか不動産屋とかそういったことだったんですけども、で購買物件っていうのはこれはですね、非常に危ない、リスクが高いものなんですよね。こう競売に比べても非常にリスクが高いと言われています。競売っていうのは裁判所がやってるものなんですよね。で購買は市役所などが主催しているものです。で例えばですね、あの占有者とか残地物があった場合、競売だったら手続きをすればですね、裁判所が全部強制執行なりこう責任を持ってくれるんですよね。ただ購買は全て自己責任になってしまうんですね。でしかもですね、この競売と違って最初に話したこの3点セット、こういったものも一切ないんで、何ですかね、全部自分で手に入れなくちゃいけないんですよね。結局ですね、これはそういった3点セットがないんで、登記簿謄本とか自分で取ってで見に行ったんですよね。で実際その住所を見ていったらですね、非常に分かりづらくて、しかも僕たちが目的にしているその名字がすごいいっぱいあったんですよ。同じ名字がもう全部そこら辺がもう同じ名字ばっかなんですよね。だからもうどこか分かんなくて、これすごいもう見つかんなくて、これやばいなと思って、この住所のところを車でぐるぐる回ってたんですよ。そしたら、本当これ偶然なんですけど、物件の近くでこう近所の地元の人たちがすごい一箇所にこう集まるみたいなところがあって、そこに集まってて、みんなでお寿司を囲んでお酒飲んでたんですよね。もうまだお昼だったんですけどね、もうすごい完全に出来上がったおじさんたちが 5,6 人かないたんですよ。なんでちょっと怖かったんですけど、僕がこうまあ、こういった土地を探して家を探していてってことをちょっと聞きに行ったんですよね。そしたらね、もうすごく非常に親切に教えてくれて、もう行ったらすぐにね、あどこどこだねって分かっちゃったんですよ。分かったんですよ、その場所が、まあ、近かったんですよね。でその物件にはまだ人が住んでいるらしいんですよ。で床にはね、もうすごい穴が開いてると、そこまで分かってるんですよね。なんでなんですかね、まあ、家に入ったことがあるってことですかね。何度も購買にかけられていて、もう有名、そこら辺ではまあ有名な家だったんですよね。で、あそうですか、あとじゃあダメですかねみたいな話をしてたら、そこの人がですね、自分の家にも空き家があるよって言うんですよ。その敷地内に家がいくつか建っていて空き家があるぞと言うんですよ。 でもしよかったらね、そこに住んでみて、もう家賃いらないからそこに住んでみて、まあ、やっていけると見極めてからね、土地探しをしたらどうかと言ってくれたんですよ。というのも、なんか結構ね、移住者結構いるらしいんですよね、ここら辺だけど、みんな来てもすぐ引っ越していっちゃうらしいんですよ。もう続かないらしいんですよね。でまあそういうこともあるんで、一度自分のところで住んでみればいいんじゃないかってこう言ってくれたんですよね。すごい優しい人なんですけどね。そういった地域コミュニティっていうんですかね、というところに新たに入っていくっていうのはね、やっぱりこう大変なのかなって、ちょっとこれ、まあ、当たり前のことなんですけどね、まあ、ちょっとプレッシャーはありますよね、うん、まあここは結局そのちょっとまあ後にね、メールだったか電話して辞退させてもらったんですよね。なんかこう自分たちがそのコミュニティに入ってやっていくっていうのが、なんかこうリアルにこう考えてみて、のびのび生活できるかちょっと自信がなかったって感じですかね。まあそんなこと言ってたらね、もう田舎暮らしなんてできないんじゃないかなと思うんですけどね。まあこれはもうどちらかというと僕の方のね、性格の問題なのかなと思うんですけどね。ちょっともうね、長くなってきたんで、同じようなところはちょっと飛ばしますね。購買も占有者とかいたら厄介じゃないですか。でも土地だけだったら大丈夫かなと思ったんですよ。なんで次もまた購買ですね。栃木県の鹿沼っていうところに行きましたね。でここはね、山林とか原野を3軒まとめて見に行きました。
で、まあどこがどこかまあ似たようなもんですね。こういったところをバーッと見て、でなんかこうなんですかね、非常に一番こう辛かった時かもしれないですね。非常に心がこう折れかける。なんでですかね。なんかこう天気が、日差しが悪い土地だったり、鬱蒼としていて、なんかなかなかいい土地見つからなかったんですよね。なんか生活できるかなっていう感じもしなかった。なんかこう周りに何も、本当に何もないところだったりとか、荒れ果てているとか、すごいこう暗かったりとか、どうやって生活していくのかなって、なんかこう生きていける気がしなかったんですよね。でここで結構辛くなってきてて、で次にやっぱり一番楽なのは間違いなく不動産屋なんですよね。なんで一旦ここでですね、不動産屋のサイトを見始めて、でここでですね、山梨県の土地初めてここで見に行くんですよ。でこの時は土地の広さのところも大きいところをすごい探したんですけど、一旦こうなんていうんですかね、我慢したんですよ。土地の大きさとか条件を非常に甘くして、で不動産屋なんでね、土地もそこそこ高いものになってくるんですけど、まあしょうがないかなっていうのもあって、やっぱ焦るんですよね。ずっと時間経っていけばどんどん家賃もどんどん減っていくし、貯金がすごい勢いで減っていくんですよ、この時期って。なんでもう精神衛生上も良くなくて、もう早くに決めたいなっていうふうに思ってたんですよね。なんで不動産屋サイトを見てですね、土地の広さも我慢して、かなり我慢してね、で別荘地も入れたんですよね。これね、山梨県の土地はですごい高くて狭くて別荘地なんですよね。あーもう無理だなと思ったんですよ。だけどもうね、雰囲気がね、今までのところに比べて僕はですけど抜群に良かったんですよね。もしかしたらその時期も良かったのかもしれないですよね。行く時のその天候って結構重要なんですよね。それの雰囲気が変わるじゃないですか。で多分この時僕がこの北斗市に行った時、すごく多分天気が良かったんじゃないですかね。10月だった。9月とか10月とか、こんなような土地でしたよね。こう電気が来てて230万ぐらいで、100坪ぐらいですね。で周りに家が建ってると。で今度ので2軒目が、これも同じ北斗市ですけど、この狭い、今ちょっと画像出しますけど、このね非常にこれ道路脇って、土地というかもう道路脇ですよね。で自分たちはこの時も必死だったんでね、例えば屋台と住居を一緒にしたような家を建てて、お店を商店ちっちゃな商店をしながらあそこで暮らしていくとか、そんな生活はどうだったね。意外とね、今考えたらありないですけど、もう結構追い詰められてたんでね、そんな妄想とかもしてましたよね、この時はね。でも本当このすぐ近くに別荘地があるんですよ。でもちろん僕たちは入っちゃいけない別荘地、管理地なんで入れないですけど、でそういった別荘に住む人たちにこうなんかお菓子とか食料品とか、もう全然スーパーとかないんでね、そういったのを売ったらどうかとか言ったら、今考えたら本当もうアジアですよね。恥ずかしくてできないですよね。そうそうそう、この裏にね川が流れてたんですよね。これ川が流れててね、生活用水ここから汲めるねなんて言ってたんですよね。そうそう、なんですかね、別荘地ではなく別荘がいっぱいあるところの土地で、実は僕たちが今住んでるところも別荘がいっぱいあるところの土地だ。別荘地ではないんですよここがね、実はね今回肝になってくるところかなと思うんですよ。で今この北斗市高くてもちろん諦めるんですけど、行って雰囲気が良かったんで北斗市でもう一回探すんですよ。そして実は今住んでる土地に出会うと。なんでこの時行ったこのうなぎの寝床時の雰囲気が悪かったら、もう山梨県は探さなかったと思うんですよね。どんな土地だったかと、まあ、探しに行った時にどんな土地で僕たちには見えていたのかっていうところですよね。この写真で言うと、左手、この左手が一番高く盛り上がってね、ところが左手がうちですね。でこんな感じ、もうなんていうんですかね、まあ山林ですよね。でこれはちょっと歩いた先に用水路があって、生活用水汲めるねと。まあこの時は全く周りに家がなかったんで、山林を通っていけばここに出れると。今はちょっとね家が建っちゃったんですよね、ちょっと行きづらくなっちゃったんですけど、ここですね、こんな感じのところでした。で今までのところに比べるとね、まず明るいですよね。でなんかまだすごい山林ではあるんですけど、なんかね
雰囲気良かったんですよね。その絶対ここがいいっていうまでにはならなかったんですけど、こうダメだと、これはダメだっていう理由もそんなに見つからなかった感じで、こう今までに比べたら非常に可能性を感じたんですよね。近くに水が飛べるっていう。そうそう。で偶然ここあの土地を見つけた時に、この土地のことをやっぱネットで喋るじゃないですか。そしたら偶然この近くで美味しいあの湧き水が汲めるとあったんですよね。ここいいなと思って、なんかまあ最初の予算からしてみれば結構オーバーだったんですけど、まあ無理してね、無理してまあ買えないこともなかったんで、ただこう中に見えますかね、こういったあの木がいっぱい切った木をこう積み重ねてる。これ初めて見た時薪にちょうどいいじゃん。ああそう、そう最初そうだね、の薪にね、あの使えるかもしれないなんて、本当素人なんでね、分かんないんで思うんですけど、結局これはもうあのグズグズに腐ってて、もう虫もいっぱい住んでるし、全くこう使えないですね。ただのゴミですね。最初はもうこういうのを一生懸命こう土地の一番端っこまで持っていくっていうね作業から始まるんでね、もうこれはもう本当残地物的な扱いですよ、この木はね、切った木。もしあと一番やばいのは笹ですけどね、まあ、この時は分かんないんでね、草刈りすればいいかななんて思ってるんですけど、この笹っていうのも何ていうんですかね、竹に近いものがあるんですかね、こう地中をこう何ていうんですかね、メッシュ状に広がっていくみたいな感じなんですよね。だからもう絨毯を剥がすみたいな感じ、草をねあの取るっていうのは本当に大変だったんですけどね。まあただここはいいのかなと思って、でこの後の流れとしてはこれを出している不動産屋さんに行くんですよね。であの土地ちょっと見てきたんですけど、興味があるんですけどって話をして、流れとしてはあの200万円だったんで、あと10万とか少しでも安くなったりしないんですかねみたいなことを言ったら、もうすごい簡単に10万ぐらいだったら大丈夫じゃないですかってすぐ言ってくれて、だからあんまりこう10万とか言わなくてもよかった、もしかしたらもっともっと安くなったかもしれないですよね、ちょっと分かんないですけど。だからもう買うつもりで不動産屋に行って、もう買います、安くなりませんかね、安くなると思いますよって言われたんで、あじゃあ買いますってもうその場で決めましたね。1週間後ぐらいにあのまたこの山梨に来て、その不動産屋に行って、その土地のオーナー持ち主ですねに会って、で全額払うんじゃなくて手付金ですね、手付金を払いました。なんか測量とか他になんかやる売り主側でやることがあったみたいなんで、なんか手付金だけ払って払いましたね。あの引き渡しまでにあと1ヶ月ぐらいかかると言われたんで、まだまあ手付金払っただけの状態ですけど、あのなんかちょっともう土地に小屋を建てたいんですけどって話をしたら、全然いいですよって、持ち主の方が言ってくれたんで、1週間後ぐらいにはそのまだお金は全部払ってないんですけど、小屋の土地の開拓を始めたんですよね。で、まあ、これで土地を見つけるまでの話が終わったんですけども、もうズバリですね、どんな土地がいいのか、でまとめをねしていきたいと思うんですけども、まずですね、僕が思ったのは、あくまで僕個人的な意見なんですけど、僕のような人間はね、まあ、僕のような人間はっていう話なんですけども、別荘地じゃなくて別荘の多い土地ですよね。そこが非常にいいのかなと。おすすめするとしたら別荘の多い土地ってことになりますね。で、これが何が、どういったところがポイントなのかっていう話をしたいんですけども、まずですね、集落に入ることとか、その町内会ですよね。町内会に入ることがまず一番の問題になってくるんですよね。で、町内会なんて入らなければいいじゃんっていうふうにしてると、一番困るのがおそらくゴミ捨てですね。絶対ゴミって生きていると出るんですよね。しかもすごい出るんですよね。で、ゴミを捨てられないとなると本当に生きていけないですよね。僕たちも最初はどんくらいですかね、何ヶ月ですかね、ゴミが捨てられなくて本当困ったんですよ。分かんなくて、どうやっていいのかなって、ゴミをどうやって捨てればいいのかな分かんなくて非常に困ったんですよね。で、皆さんは普通だったらそれで組合に入って、その町のコミュニティに入って、町内会費を払ってで生活していくことになると思うんですけども、この別荘の多い土地っていうのはちょっと特殊なところで、まず別荘地
に関してなんですけども、まあ、別荘なんでね、たまにしか来ないじゃないですか。例えば今年だったら避暑地なんで夏ですよね。夏の気候のいい時だけに来て冬は来ないと。そういった人をね、やっぱりあの町内会に入れるってことは、まあ、できないというか嫌がるんですよね。まずそういった前提があって、でそういった別荘の人は別荘の人だけでそういったあのコミュニティを作ってゴミを捨てるとか、あと別荘地なんでの管理組合がねしっかりしてるところはその管理されてる土地なんでね、ゴミもちゃんと管理してくれてるといったところもあるんですよね。で僕はその別荘がいっぱい建っているところの別荘地ではない土地になるんですけども、その場合はどうなるかというと、あの地元の人からしてみるとね、完全に別荘地の人扱いになっちゃうんですよね。なんでもう花から組合に入りませんかとか入ってくださいっていう話すらないんですよ。逆を言ったら入ることができないんですよね。あのそれも聞いてみたことあるんですけど、あの絶対まず入れないって言われました。でそうなって、それであのゴミが捨てられないっていう問題になっていくんですよね。で別荘地にゴミを捨てることもできないし、地元のゴミ捨て場にを使うこともできないとってことになるんですよ。一見ね、これ八方塞がりっぽく見えるんですけど、実はねそういった人って他にもいるんですよね。僕たちだけじゃなくて、まあ、移住してきて住んでる人も結構いて、でやっぱ放置するわけにいかないんでね、役所の方でそういった人のためのゴミ捨て場っていうのをね作ってくれてるんですよ。そういうのをね、困って僕がこう役所に相談しに行ったらね教えてくれてですね、でその場合も住所をその土地に移しているのか移していないのかで結構違うんですよね。まあちょっと種類が違って僕も2個とも使ってきたんですけども、まあ、住所を移してない場合は結構ね中を改めたりとかして厳しいんですよね。ゴミ捨てのゴミの捨て方がすごい厳しい。まあ住所を移してからは非常にそこら辺が無人でね捨てられるんで楽になるんですけども、でもその捨てられるのは週に1回だけなんでね、その週に1回というのはどちらも一緒なんですけども、ということで結局僕は町内会にも入ってないのにゴミを捨てることができるといった非常にねこうレアなパターンなんじゃないかなと思うんですよね。なんで僕はその別荘地じゃなくて別荘の多い土地がおすすめなのかなというふうにね思ってるんですけどね。